素敵たくや素敵です。風素敵です。ザ・タッチです。素敵です。素敵テータの終わり。大島です。素敵これでみんなワンワンにメロメロだ。ポーズ一番照れてるさあということで、これは最悪です。やり直す。やり直したくもない。やりたくないです。さあということで、今日はモンストワクワクステッキ&ワクワクミン大島淡路編。イエーイ。使えるんですね。ワクワクステッキ。噂の。来ましたね。そう。今ね。何ですか。何そういう。いや2じゃなくてチョキですよ。チョキなの。いやいやしねえじゃん。じゃんけん。じゃんけんはし、え、これじゃんけん、じゃんけんじゃないです。ワクワクステッキはまだ1個目で、1個目、そう、あの希少性がどんなもんかまだ分かんないので、さすがにあの五右衛門もじゃんけんはと言ってました。寝てもないのに、あら、あれ、多分2個目手に入った時点でじゃんけんが入ってる。こうやって後ろかきながら早くつけちゃえよ。渋いな。渋いな。アメリカの優しいやつ。俺があっち向いてる間に早くつけちゃえよ。粋な、粋なやつ。粋なやつなんだ。やっぱシャバでは普通につけられますから、ワクワクステッキ。もう皆さんもう楽しみながらつけたでしょ。まあそうでしょうね。ワクワクしながら。はい、ね、あのもう一生使わねえだろう、あいつについちゃったトクエルとかさ、あるわけじゃん。ステッキでピッてやりたいですね。ね、やりたい。それをやりましょう。なるほど、はい、ありがとうございます。で、ワクワクミンも、ワクワクミンも一緒にこのままついでに、つけていいと、すごいな。ついでに2個くらいつけちゃう。わ、粋だな。粋だな。めちゃくちゃ粋って言ってるんで、ありがとうございます。はい、はい、なのでつけましょう。大島淡路編なんで。ありがとうございます。あわちゃんからいきます。あ、僕からで。はい、あ、わかりました。いや、刺してるじゃん。つないでんだもん。さあ、僕からというわけなんですが、はい、何に何をつけるかわかりますか。いや、わかんねえよ。それをやれよ。いや、全くゼロ。やれよ。ゼロですよね。ゼロですよ。そうなんです。みんなゼロなんです。なんなんすか。僕だけがわかってる。でもこれ、でもなんで紋章力ちょうどキリがいいんだよ。一番で、確かに、やっと一番まで頑張って貯めたんですよ。キリよく少ない。これから選ぶってことですかね。か、正直その使い方、どんな絵画像かも分かんなくないですか。ねえ、ワクワクの力をなくなるんだよね、取られた方は。そう、はあ、交換じゃないと、うん、正解ということで、これでいいのかな。あ、もういいのっす。あ、怖い怖いな、これよかった、1番目じゃなくて。いいのこれね。1番目じゃなくてよかった。やり方が分かんないから。あ、そうか。先にどっちを押すの。つける前のやつを押すのか。これどっちどっち。付け替え元だ。あ、危ねえ、付け替え元元だから、あの、素材の方だから先に選んで、そいつのをあげるってこと。淡路最初でよかった。どういうことですか。え、だから何これ。例えばなんかいらないさ、トクエルあるじゃん、はい、で、他のにつけたいやついるとするじゃん、はいはい、だからその得ついてるトクエルの方をまず選ぶ。あ、まず、まず選ぶ。身を選ぶ。なるほど。これをつけたいよっていう身を選ぶ。出ました。同族過激トクエルのガイルです。え？え？ガイル？いや、ガイルから奪うの？ガイルから奪うの？なんかガイル好きみたいな。いやいや、だって、カズヤさんもね、フラパで竜獣神が来ると、ストリートファイター新しいシリーズも出るからってことで、期待も込めて僕ガイルにつけたんですが、フラパでは獣神がなかった、ね、正直倉庫版になってきているので、なるほど、ソニック分したいなということなんですけども。いや、でもマジコラボキャラね、はい、のしかもストリートファイターのキャラから奪うなんて本当に良くないと思う、はい、ええ、ちょっとそのカプコン TV の顔出すね。まあでも確かに最近使わないからね。そうなんですよ。ちょっと見して、あの長押しして。え、長押し、そうか、でも
ほらワクワク民つけてんだよ。ワクワク民までつけてる。ワクワク民つけてのつけてまで奪う。 あんまり使ってないというか、まあ、これワクワク民リセットされないですよね多分。あ、それも気になるところですよね。そのまま持ったまま移動なんじゃない。持ったまま移動、うん、なんでこれにしようかなと。なるほど。カムイも考えたんですけど、カムイはでもカムイは絶対つけてもいい。カナ運極になったらずらしてもいいかなって思ったんですけど、まだ運極じゃないんで。まだ使うよ、はい、これどうすんの。これを誰につけたい。これを、まあ、まず押していいですかね。これでいいんだよね、多分。そうだよ、はい。あ、なるほどなるほど。これを付け替え先。そうだね、付け替え先。怖いよ怖いよ。いや、これやめてください。怖いよ。これだろ、これ見よう。怖い怖い怖い。いいのね、その手順でいいのね。なんもないとこにシューって面白かったね。一回その一回ケロンかなんか押してみて。いや、なんで一回押すんですか。まあね、どうなるかどうなるか。いや、どうなるか正解でいいじゃないですか。で、ですね、誰につけたいのかってとこだよね。さっき、姫路ここにいますね。キツネでしょ、キツネ。姫路でしょ、キツネ。え、ということは誰が勝ったキツネなんですか。いやいや、いいんだよ。やんないよ。やんないんだよ。ということで、はい、真ん中にいらっしゃるカマエルちゃん。きたね。この子につけたいと思いますよ。そうか。カマエルに同族過激でしょ。しかもお前師匠英雄の証もついちゃってますけど。うわ、それでずるいぞ。それで開けたところに確信犯だな、お前。え、これなんですか、確信犯って。計算してやってるんですけど。確信犯だな、確信犯。天津犯だ。あ、でも待ってください。はい、はい、あ、天津犯。これちょっと気をつけないといけないことを今僕は判明しましたよ。なんでなんですか。ここにカマエルいるからカマエル押そうと思うんですけど、これ戦型過激の身と交換になるじゃないですか。あ、そういうことなのかな。違うでしょ。押してみて。僕ね、カマエル、もう一つ身につけてないんですよ、うん、そこに入れたいってことね。いや、いけるってしょ。空いてるとこに入れられる。いや、それを試そうとしてる人いるぞ。じゃあどこにいるの。じゃあどこにいんのよ。違う違う、選べるって絶対。ここって持ってないところ。いや、でも、そこにいるけど。そこにいるじゃん。いるじゃん、上にいたじゃん。いい。あ、ほら、アップねー。わかんない。違う違う、選べる選べる。この後選べるよ、きっと。そう、じゃやってみよう。上でやってみよう。上で。しかも最悪、まあ、特急だからそんなにでしょ、うん、いや、でも過激一応つけたんで4000ですよ。上一応やってみて、まあ、一応やってみて。一応これ僕がやったらみんなやるんですよ。いきますよ。絶対大丈夫、絶対大丈夫。誰か犠牲は必要なんだよ。ほら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 、いけんじゃん、いけんじゃん。いけた、いけた。あ、実際にいける。あ、いける。あ、よかった。これはやっぱ、どうなんの。開拓者ですよ、僕、うん、確かにな。はい、いきます、うん、うわ、すげえな、これ。本当によろしいですか。ステッキー、もちろんです。あ、でもさっきのあれの、あ あれスッとついた。あれみたいな、ないの。デデ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 ンみたいな、ないの。デデデデデンみたいな、ないの。スッとつきました。やっぱあの、外される方の気持ちも考えて。なるほど。あんま派手な演出はない。なるほどね、はい、強っ。これもうだって4000上がりましたよ。本当だ。ゲージ込みでもっと上がるもんね。じゃあ特エルつけたいね、あっちも。そうですね。激強いな、これ。最高です、うん、はい。あ、で、あれです。ワクワク民。ワクワク民、僕あんまり現在1個でいいですかね。1個つけたい。なるほど。1個つけたいのはね、いるんですね。なるほどね。わかりました。どなたか分かった。わかんねえよ、いすぎて。いらっしゃいました。決まってんの。はい、なるほどね。あ、遊撃の、レイちゃん。はい、これを特 L にしよう。なるほど。で、奪うんだろう、どうせ。いや、奪わないですよ。1、2ヶ月もしたら奪うんだろう。そうやって。いやいや、あのアポカリプスで強いんで。そうね。で、友情も強いんですよ、うん。レーザー、レーザーが入る。強い、うん、トライデント、はい、あ、そうだそうだ。あのエリアに入ったね。エレメンタルヒーローエリアみたいな。エレメントエリア。エレメンタルヒーローエリア。エリアにいると強いんで、僕彼女につけたいと思います。いや、いいな。うわ、割れる、久々に割るな。パカンと。うわ、いいな。いや、パカン。パカン。パカン。ナイスパカン。ナイスパカン。これいいね、確かに。で、チビ足ちゃんとついてるんでね。あ、本当だ。チビ足、ナイスチビ足。あ、ちゃんと本当だ。はい、本当に周回してるんで。なるほど。はい。じゃあ、大島さんはちなみに誰につけるんですか。それはこの後言いますから。次僕の番なんで。今言っちゃえ。
はい、一応先に1個持ちたいから。だからそのラファエルとかにつけたいかなっていうのはありますけど、それ次に行ってから言えば。なんで言わしたんすか。大島の番です。はいはい、何の何で笑ったの。タクヤさんが直前まで変な顔してたのに急にパッて笑顔になった。いいんだそこは、はい、乗ってないとこなんだから。ありがとうございます、はい、はい、僕の番なんですけども、はい、まずワクワクステッキ、あの一応こちらに準備してるんですが、あのまあ僕もこのあえ忍ぶ潜水忍ぶに、はい、まあ特エルついてて、いいじゃん、ま、これ強いんじゃないの。いやもうエデン終わったんで、分かる分かる、正直もう使わないんですよ。確かにそうですね。なのでまあせっかくな付け替えたいなっていう。コラボキャラから奪うのか。いやそうなっちゃっただけ、たまたま。あとこちらクシナダの毒我慢、あらいい使い方かも。これをもうあの近畿の一のことで、そういうことね。あ、いい使い方かも。キャラ何？まあハンニバルですかね。ハンニバルに。はい。もうしんどいじゃないですか、毒我慢の源泉。まあね、大変ですね。そうか、ハンニバルか。そうなんですよ。これでラミエルとかなら、もう外す必要、もう一生外さないじゃん。はい。なんすけどね、ちょっとだからこれで迷ってます。確かに。でもいいのはやっぱ。同族会議とかじゃない。だから僕は、まあ、誰につけるかそれぞれ別ですよね、うん、そう昨日もうめちゃくちゃ考えた末に、うん、こいつにつけたいなっていうのがありまして、うん、同族違うな、すいませんちょっと検索で安倍の生命につけたいんですよ。うわいるよそこに。あいました、あ一応あの生命、あれ三つついてんだっけ。あそうです、あの前じゃんけんで、じゃんけんかな、なんかでつけて、うん、4000あげれる。そうやっぱ近畿あの切なね、これ何を外すか悩むの。加速か。まあでもスコア稼ぎも別に、まあこの子じゃなくて、この子じゃなくてスコア稼げないですもんね。稼げないんで。でも正直あのスコア稼ぎいつかさ誰かのところにステッキで移動したらだとしたらやっぱりどうぞ加速いらないですかね。加速でも加速もやっぱまあそうっすね。どう使えるかですね。うん、近畿のステージ上はね加速あれば便利そうなんですけど、そうよね、特急でどこまで役立ってんのかは分かんないですね。分かんない。それなら激しく過激の方がまだいいのかなって気もするから。スコア稼ぎもったいない気もするけどね。ねいやそうか、どうすかね。でも激しく過激を残しとけば4000増えるよ。いや確かに、じゃあ加速じゃない、どうだ。そうですね、加速。加速結構あるとやっぱりいろいろ回るとき、俺も加速民だから。加速民だから。いやスコア稼ぎは。スコア稼ぎはね。いやもうすごい迷う。すごい迷う。いやでもあのスコア稼ぎは大丈夫です。こいつじゃなくて。はい。捨てちゃうの？はい捨てちゃいます。やっぱあの捨てな生。いや欲しいよね捨てちゃうな。欲しいねとかそういうんじゃないんで。そうなんかスコア稼ぎって欲しい時に出ないね。そうですね、確かに。まあでも確かに安倍の生命でなんか周回することな、まあないと思うんで、年に 2,3 回あるよねスコア稼ぎ、どうしても欲しくて周回する時。あ間違えた、危ねえ危ねえ危ねえ、罠に引っかかりそうになった。今何を間違えた、2体いる。誰も罠違う、付け替えの元じゃなくて先に付け替え先の方に。危ねえ今。まずはこちらをじゃあ忍ぶにスコア稼ぎつく。トクエル捨てて。あれ？あれもうまた夢を失ったの。あるじゃん。一番上にあるんだよ、ね。いやすいません。どれ捨てんの？いやいいよ。あの目つぶって。いやちょっと激しく過激を外したくないんですよ。いやどうしようかなマジで。でも稼ぐことなかった多分ないと思うんで今後も。はい、いや大丈夫です。でもこれを付け替える、いや加速かな、いやはいこれで大丈夫です、うん、はい、うん、はいこれでありがとうございます。はいはい、なんかなんだな、シュッとなんだな、シュッと。まあでもこれで強いな、15回。強い、はい、ありがとうございます、はい、あとワクワク民、これちょっと僕、はい、ささっと 2個つけたいんですけども、はい、もう決まってる、もう決まってます。これもうちょっとこちらラファエル、まずはいはい、いいなー、同族過激、まずはこれに、はい、はい、いやありがとうございます、ナイスです、いいですね、うん、
ますね。ありがとうございます。嬉しい。あんちゃんいいね。で、これ本当はここに移動もありだったんですけどね。よかったよ。あ、もう中学生。あと一撃失神もう一個つけたいんですけど、これもラファエルなんですけども、こちら別のもう一体の方のラファエル。うわー、またスコア稼ぎついてる。特 M。 はい。あれシュリンカーラ、シュリンカーラって総合蘇生あるんだっけ？総合蘇生ですよね。シュリンカーラ。あと回復してくるんで失神役立ちますよね。そうですね。あ、なるほど。うん、またなんか超究極とかで、うん、まあそうだね、役立つ時も来るかもしれないんで、うん、これにつけたいと思います。はいはい、いいと思います。はい、ありがとうございます。いやー。わあ、これは充実してた。はい。ありがとうございます。はい。おめえおめえおめえあざっすおめえおめえはいはいということで、はい、おしまわじ編はこのところですね。はい、はい、った皆さんはワクワクステッキ何に使ったでしょうか。はい、高評価コメントチャンネル登録もよろしくお願いします。今日も見てくれてありがとうございます。また明日も見てね。バイバイ。